バイトの昼食です、今回はですねセブン&アイでいいのかな、違うヨークデリ、ヨークデリね、ヨークデリの、白身魚フライの明太子のり弁当、税別428円、税込み462円という内容でございます。ちなみにですね、ここで書いてある税込みって書いてあるんですけど、これは消費税ではありませんらしいです。はい、対価と呼ばれている本当にわけわかんない税金だということで、はい、いただきましょうね、はい、ではいただきます。まあ、のり弁というね、はい、まあ、一般的な、まあ、値段的にもね500円以下で買える、まあまあね、消化道弁当とかね、あのいろんなものが入ってて美味しそうなんですけど、ちょっとそう、最近やっぱりね肉とかね、やはりなんとかだけみたいなよりいろんなのが入ってる方がちょっと食べたくなるなと思うのは、やっぱり年を取ったということなのかもしれないね。相当前からそうかもしれないけどね、はい、これね、時刻は12時47分なんですが、これ製造がね11時44分。まだね少しあったかいの、ご飯が。うん、ご飯がまだあったかい。並べてる中で一番時間が新しいやつ。はい。触ったらほのかにあったかかった。お、あったかい。うん、そう、まあレンジでチンですよねっていうのもあるんですけど、まあまあね、はい、そしてこれは、まあ、お決まりといっちゃお決まりの揚げ物ね、白身の魚のフライということになります。一応タルタルついてます。まあ、つけて食べますかね。うん、白身の魚のフライって、白身の魚って何使うんですかね。ブラックバス、それはない。でこうちょっとこう何ですかね、和え物というかね、油揚げと何だろう なんだろうほうれん草かなね、人参ね、このあたりの和え物、はい。そしてまあ海苔弁っていうと、まあ、白身の魚だとか、まあ、鮭を乗せて鮭弁なんでね、海苔なんだけど鮭みたいな。そしてやっぱりね、このちくわの揚げ物っていうのがね、よく見ますけどね、うん、半分に切っちゃってね、覗くこともできやしない。しかもこんな短くてね、うん。そして、シューマイだよ、シューマイ。そして、肉団子。いいじゃない。ね、肉団子。うん。これだね、海苔弁だ。んいろんなもの入ってんじゃないのね。そしてね、飲み物、やっぱりこういう食べ物にアイスコーヒーはちょっとね合わないかなと思いまして、今日は体を思う全てのなしみたいな無料みたいなやつを選びました。アルコール 0.00 です、はい。まあ、こういうものをね飲みますと、あ、何ビール好きなの、酒好きなんだ、ああそうなんだみたいな風にこういう言い方もいらっしゃるかと思いますがね、これはお酒じゃなくて、ね、見る成分見ると分かるんですけど、ただのね清涼飲料水です。違うか、炭酸飲料でも原材料名爆が使っているわ。ローズヒップエキス、松、ホップ、炭酸、香料、酸味料、カラメル色素、ビタミン C、苦味料っていいんですか、甘味料ね、みたいなのが入っております。みたいな、いいですかね、プシュ、ね、日本という国は最近タバコの CM でなくなりましたけどね、タバコの CM はなくなりましたけど、お酒の CM は未だにバンバンやってます ね。そして途中に小さくね字幕で、飲酒は20歳を超えてから20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられていますみたいなねのが書かれていたりしますけどね、はい。んで、いろんなタレントの方とか出てくるでしょ、どうかと思いますよね、お酒の CM っていうのはね。うん、そのうちなくなるかもしれないね、だんだんと
砂漠に関してはもうなくなっちゃったもんね。うん、昔はよくやってましたけどね。見ないでしょ、ね、ちょっと CM 見てないからかな。ね、これとは話が、あれでちょっと申し訳ありませんがね、これ飲むでしょ。で、あ、ビールね、あんま飲まない。あの、アルコール入ってるのは飲まない。うん。アルコール入ってると、まず、あのね、熱いの。今熱いでしょ。アルコール入るとね、体が熱くなるんですよ。だから、あんまりね、うん。でも、そうは言ってもあれかな。あの宝のね、缶チューハイっていうの、なんていうんですかね、ドライ、あのなんか居酒屋の絵が描いてるやつ、あれのドライとかね、レモンとかね、あの辺美味しいですよね。うん、ただやっぱり体が熱くなってアルコール入るとね、だからあとなんかだるくなるとか頭が痛くなると、それはあんまないから、まあだからね、なるべくだから入ってなくてもいいんです。基本的に入ってなくて似たような味がすればいいんです。あの甘くないってね、ちょっと苦味があったりとかね、うん、それでいいんです。はい、だからいいんですけど、あのできればですね、このノンアルコールちょっとビールテイスト飲料でいいですかね。あのこれメーカー名言うとまずいんですか。アルコール、特にアルコール系はね、 A 社のはね、バグガーとか使ってないんだよね。あの乾いたゼロってやつ、あれはずるいよね。そう、だから本当はあれが良かったんですけど、K 社、うん、K 社の方が好きですね。はい、一番最初に、だから確か K 社フリーなんね、フリーっていう名前で売ってたと思うんですけどね、 K 社フリーみたいなね、あれが良かったですよね。なくなっちゃって、で今は何でしたっけ、まあフリーって名前のやつあります、グリーンズフリーってのがありますね。あとゼロイチってのがあるね。うん、真面目だよね、作り方がね。 A 社なんかもうバカなんかつかないもんね。そう、だって違う飲み物だからっていう感じで、でもカムはシルバーでね、あのすごい乾いてるみたいなやつと同じタイプの缶で、なんかこれ間違えちゃうんじゃないのみたいな。そしたら、ちゃんとあの、バグが使ってるやつ出したでしょ？後から。高いの。高いとこだったら180円とかするんじゃないですか。税金かかってないのに高いんだよ。だいわゆる酒税って言うんですか？酒税ってかかってるから、その分高いじゃないですか、アルコール入ってるのって。酒税かかってないわけだよね、アルコール入ってないんだから。それなのに、高いの、あれ。ってことはいかに安く作ってるかってことね。他のメーカーなんかバグガとか使ってるのにね、頑張ってるのにね、うん、別にあのタイはないです、ちょっとだけしかないです。いや言っちゃって、うん、何が嫌だっていうと、前向き肯定的な話した方がいいよね。でも前向き肯定的な話聞いて面白くないでしょ。いや、うちのなんとかがなんとかできるようになりました、みたいな。ね。そう。何が嫌だかっていうとですね、あそこね、運送会、あの、飲料があるんですよ。飲料。いわゆるあの、アルコールだけじゃなくてね、アルコールとは別に、なんとか、A 社飲料っていうのがあるんですよ。ね。まあ、いっぱいいろんなの売ってますよ。ね。別に飲まないわけじゃないしね。うん。別にあの、あと、その A 社のノンアルコ、ビールテイスト飲料飲まないわけじゃないんでね。あの、BDS も出てるし。前は K 社だったの。いつもより A 社になっちゃったの。多分 A 社の方が安いんだよ。仕入れが。うん。それでそうなっちゃったんですよね。多分 A 社が、の営業が、いや、うちいくらで入れますからとか。で、直接 A 社が言ってないかもしれないけど、と、だから、その、卸問屋、買ってるとこね。そこに、こっち、うちの勧めてくださいよ、みたいな感じなんじゃないですか。うん。出なかったらだって買える意味ないもんね。シューマイです。昔ね、運送会社で働いたことがあるんですけど、その A 社飲料のやつを運んでたことがあるんですよ。東映さんとかね、うん、あの
積んで、工場で積んで、で行くんですよ。で、別にあの、A 社飲料が悪いの、悪いわけじゃないと思うんだけど、そこで、そこに、そこを仕切ってる、要はあの、運送やってるところがあるんですよ。全部引き受けてるんだと思うんですよ。で、下請け会社、下手すると孫請け会社に振るんです。ね、振るんだよ。うん。なんとか、なんつったっけな、日本、LO なんとかですね。何テムとかいうやつ。そう。あそこ、ずるいのは、4トン車で行ってんのに、廃車大型になってるの。5トンとか。それ積まされるの。別に今だからね、何十年も前の話だから、今そんなことやんないでしょ？やるわけないよ。絶対ないでしょ。ねえ。やらないですよね。でもその時、しょうがないよね。やるしかないんだもん。だって4トンでやったら、大型で行かなきゃいけなくなっちゃうし。ね、でも運賃は4トンだと思いますけどね。わかんない。だから積んできましたよ。うん。あれ？これ大型になってるよ。つって。5トンいくつあるんだけど。つって。そんなこと、じゃあ言って、積むのやめたらいいじゃない。ね、その場でね。そのカウンターでさ。ね。言えないよね。今だったら言うけどね。いやいや、言わない。全部取って、あとその会社のやってるやつ。あとちょっと偉い、向こうの偉いやつとか全部もう、内緒で取って、後悔したよね。動画でね。うん、それそうだよ。うん。こんなことやらせてます。なんとか何ていうのっていう会社です。ね。そんなことやってもでも、バカなの。何やるの？お前、そんなことになっちゃうだろ。強い者にはね、従わなきゃいけないんです。どんな時も。たとえそこに不正があったとしても。でしょ？不正があったとしても、飯がまずくなるからやめよう。ね。でもまあ、4トン車でね、例えば4250キロ、最大積載で4250キロのに、ね、5000キロ、5000何百キロ積んだから、ね、著しく安全が損なわれるのかと言われたら、そんなことはないかもしれない。違法ですよ。違法です。犯罪です。犯罪までいかないか、違法です。はい、違反です。違反です。はい。ね、違反だっていうことをちゃんとね、認識した上で言ってます。ね。やっていいとかやって悪いとかそういうこと言ってません。はい。そういうことじゃなくてね。うん。だけど、現実問題としてですよ。昔はね、そういうのがいっぱい走ってました。はい。私が、まだ、何も知らない、駆け出しの頃、ね。よくわかんないですけどね。何ですかね。はい、もう、その頃、ね。うん、おい。酒と、なんとかと男と女、違うな、そういう歌だな。酒とタバコと女みたいな。何も知らない。僕何もわからないっていう時、タバコは未だに知らないんだけどね。はい、で、そういう、時にね、うん。もう30年以上前の昔だ、の話だ。俺は、酒も女も何も知らない、駆け出しの青2歳だった。わかります？はい。そんなセリフがどっかにあった。ちょろちょろ出すよ。長女出すんですけど、どうでもいいんだよね。うん、知らない人って何言ってんだろうなと思うわけの話だよね。分かってる人は、なんとかのパクリだねって。で、運送会社ね。大型でね。まあ、当時ね、私はやってないから、あれだけど、例えば、ダンプ、ね。10トンダンプで、パタン、ね、深織りで、さらにパタンコっていう、こう。で、積んでると40トンって言われたじゃないですか。最大積載量を1万キロのところに4万キロ積んで走ってるって。まあ、安全運転ですよ。スピード出さない。止まれないからね。止まれないと思います。はい。いや、お前運転してないのにどうして分かるんだよって言われるとね、あれですけど、4トン車で、最大積載量4000キロの車両に、まあ、11
1万1000キロぐらいずっと走るんだよ。昔ね、昔ですよ、30年以上前です。そういうことがまかり通ったの。私はユニーク車だったから3250キロだったけど、それにまあ10トンぐらい積んでいくんですよ。1万キロぐらい積んでいくんですよ。止まらないの。あのゆっくり減速すれば止まっていきます。あるところでああと思ってバーって踏んでも止まらない。もうそのスーッて、自分の感覚はだから止まって減速してるんだけど、車両はスーッて進んでいくんですよ。そう、あれはね怖いですよね。だからみんなスピード出さないよね。当たり前だけどね、まあいい悪いとかの話じゃなくてね、あの捕まったことあります、私。昔は捕まっても荷主が言われることなかったんですけど、今は荷主言われちゃうから。そう、運転してる人もダメだよ。運転してる人は切符切られるけど、さらにあの荷主もやられちゃうんですよ。その運送会社もやられるだろうしね、だから最近はやらないよね。仮にやるとしても、あの分からないようにやるね。分からないようにっていうのは、そういうところを走らない、朝早いとか早朝とかね、ですぐも行ってすぐ降ろしちゃうみたいな、ことで何て言うか違うのかな。今やらないのかな。一切そういうことやらないのかな。分かんない、その世界にいないんで、あのもしやってる方言ってください、うちの会社ひどいですってめちゃくちゃなことやらされてますって、そういうところもあるかもしれないね、分かんないですよね、やっぱり。だから栄飲料が好きなんじゃない、嫌いなわけじゃないのかな。たまたま運んでるのが栄飲料だったから、そのイメージがすごくあるから嫌なの。じゃあ日本なんとかが嫌なんだよ。っていうことなのね、だと思いますね、ずるいよね。4トン車で行ってんのにさ、大型の廃車になって大型って書いてあるの、歯医者のように。でそれ詰まされるんだよ。ひどいよね。自分のところに大型あんだからいくらでもさ、それでできないのにさ。ここからあの、まあ、想像の範囲で、想像のあれで言いますけど、まあ美味しい仕事を自分のところでやるんだろ。当たり前だけど、問題のない仕事を自分のところで全部やる。そして、儲かるよね。運賃がいいとかみたいなんだろうね。行ってもでもパレット下ろしで簡単に終わるやつとか、いちいち手でこう全部打つとか、そういうのはなるべくめんどくさいところは、容赦に任せる、したわけですね、要はね、ピーハン泣きして下請けに任せる、で、自分とこの車両にはそういうのは回さないで、いい要は割にいいやつばけやるっていう、まあそうだと思いますね。まあでも当然ですけど、私がそっちの会社だったらやるね。そうですよ、やります。立場変わりゃそりゃそうで。文句あるんだったらもう、あ、来なくていいって言えるし。やりたいとこはいっぱいあるんだよ。で、当時ね。今だと、今どうなんだろう。人もいないしね。やばいかな。そんなことやったらさ、どうなっちゃうんだろうね。昔の常識今通じないもんね。10年前の常識は今通じないですからね。10年前じゃないな。15年ぐらい前だな。15年じゃないか。12年ぐらい前だね。はい。もう、どんな仕事してても、やっぱありますよね、いろいろね。ちょっとっていうね。まあ、うちみたいなとこでもね、私一人でしょ。まあ、相方いるけどね。相方はまあ、味方だから。変な意味ね、身内だから。もうね、全然関係ない人いたら、やべ、うちの社長、こんなことしてる。行ってやるって。バカ言ってんじゃないよ、お前って。なるかもしれないじゃないですか。だから一人でしかやらないんですよ。もし雇ってたら、ね、おい、こんなことしてるって。ね、バレたらないのか。何がやりますかね。
いろんなことあるかもしれないね。何があるかな。いや、いや、いやだね。うん。いやでしょ。うん。人信用できないからね。ね。うん。人信用できない。ああ。あ、それで、TR650T だね。直せないから、わかんないから、一応お電話したんです。一応、ここで、メーター外したりなんだりとかね、いろいろやって、でも結局、なんかメーターがダメなのかなっていう感じはするんですけど、でも、まあ、実際に交換してみないとわかんないとなっちゃうと困っちゃうじゃないですか。だからちょっと、なんとも言えないですね。ああ、わかりました。じゃあちょっと、どのこの、で、どこだったらあれですかねとか、これメンテナンスをね、あれを仕入れたと、あれをだから普通に、新車で日本で販売したときにやってた、多分 MV アグサジャパンなんですよ。確か。だけど今 MV アグサジャパンなくなっちゃったでしょ。今 KTM になっちゃったね。KTM がハスクバーナやってるけどね。全然違うハスクバーナだからね。だからそのあたりでどうなのかなっていうね。うん。だけど、まあ販売店でずっとそういうの全部やってたと。例えば近くにあるゴールドキャッソーとかね。うん。そうなったら、まあわかるのかもしれないけどね。でもまあ、症例がないとね。症例っていいのかな、うん、ああ、これはちょっとこういうあれですねとかね、わかるじゃないですか、ね、過去にね、そういうのがあればね、うん、で、まあそれはあれなんですけど、そしたら実は今ちょっと目の前に油だけが見えるんですって。何の話ね。え、いいとこいますね。ツーリングだって言ってました。自前のバイクで行ったんですかね、それとも向こうでレンタルバイクなんですかね。今目の前に湯布だけがあれですか、温泉ですかね。え、夜は温泉でね、え、美味しい料理に舌包み、そして、ね、え、気持ちのいい湯に浸かってですよ、そしてね、肌もすべすべみたいなね、え、そして翌日またバイクで、たまんないですね。いいな。はい、それが言いたかったという。はい、何バイクだって乗らないでしょって言われちゃうところね。まずいんで、はい、そろそろ、化けの皮が剥がれる前に終わりにしたいと思います。お付き合い、誠にありがとうございました。